ゲームモデルの骨組みの一番メインって理想のサッカーなんですよ。明確にだんだんね、言葉としてなっていくんですが、実はここにまた大きな問題があって、ゲームモデルの作り方全容を知りたい方は僕の6ヶ月講座に来てもらえたら、あそこでは実際に作り込むんですけど、この YouTube で話していくのは、まあ、そもそもゲームモデルって何っていうところは大体こう話としては伝わってるのかなと思うんですけど、4年前5年前ぐらいですかね、ゲームモデル大事だってみんながめちゃめちゃ言ってたけど、今言ってないですね。流行り廃りみたいなものなのかわからないし、まあ、例えばゲームモデルいらないよねっていう意見もあったりするんですけど、僕は必要だと思っていて、むしろそれがないから選手たちが個人で判断しなきゃいけない、迷いが生じてしまうのはこの方向性に行くんですよ、明記されてないからだなってすごく思う部分があって、っていう中でのゲームモデルって何かっていうと、まあ、簡単に行くと、ゲームモデルの骨組みの一番メインって理想のサッカーなんですよ。理想だから本当に自由なんですね。僕がもうゲームモデルを学ぶときに教えてもらった例として出しますけど、家作りと似てるんですよ、ゲームモデルって。極端な例でいきますよ、極端な例で。京都に4階建ての家を建てて、子供部屋をいくつ作って、オープンキッチンでトイレとお風呂は別々でっていうことを作りたいなっていうのを理想として持ってるとしましょう。京都にそういう家を作りたい、しかも一等地、これ理想です。でそれを不動産会社に相談しました。まず言われます、すいません、京都では3階までしか建てられません、だから4階は無理ですって言われます。プラス、分かりました、3階は譲りますと。でその3階の中でも自分が今言った通りの要望を見積もり出してもらったら恐ろしい金額来ます。例えば、もう適当に言いますけど、20億とか30億下手したらボーンって来た時に、すいません、払えませんってなったら、どの部分譲れるんですかっていうところが出てきますね。じゃあ本当に3階建てないといけないんですか、1階建てじゃダメですか、トイレとお風呂が共同だったら安くなりますっていうところは、譲れるか譲れないかとか、オープンキッチンって言いましたけど、これは普通のキッチンであればもっともっと金額下げれます。いやでも絶対これはオープンキッチンじゃないとダメなんです。自分のこだわり度によって変わるじゃないですか。で最終的に理想で言ってたところと現実的にできるやつっていうのに当然差はあるんだけど、現実的にできるやつっていうのは周りの環境とか収入具合とか、あと家族の人数とかっていうので、分かりましたこれでいいですっていうのができた家ですよね。これがゲームモデルなんです。なので理想のサッカーがあって、でも例えばうちの抱えてる選手は全員バルサの選手じゃないし、マンチェスターシティの選手じゃないわけで、しかも年齢が小学生ですってなったら、この子たちにこの理想のサッカーを合わせていくには、しかも地域の特徴も影響するんですよね。例えば都会の子供たちなのか、そうじゃなくてちょっとやんちゃな地域の子供たちなのか、とすごく真面目で静かな家柄の人たちばっかりなのか、と長男が多いのかとかっていうので変化するんですよ、しなきゃいけなくて。でその理想のサッカーから来る今いる環境状況メンバーで適応させてって、最終的に私たちこういうサッカーしますと。これがゲームモデルなんですよ。でそのゲームモデルで別の例、これ実際サッカーでいくと、グラウディオラは一番わかりやすいのはですね、彼の理想は何かっていうと、もうずっと相手を圧倒するサッカーしたい、シンプルに言うともうずっと支配し続けるっていうことが彼のやりたい理想です。じゃあバルサで監督やってた時とバイエルンでやってた時とマンチェスターシティとでゲームモデルが変わってるんです。彼の理想は変わってないです。こういうサッカーしたいと、圧倒したいとか、テクタクなサッカー見せたいっていうのは変わらないけど、だってバルサの時のメンバーとバイエルンとマンチェスターシティメンバー違います。しかもクラブのカラー文化全然違います。バルサの時はメッシっていうスーパースターがいたから、じゃあそこ中心サッカーしましょうってなったけど、今度バイエルンに移ったらレバンドフスキーがいますけど、じゃあレバンドフスキーに対してショートコンビネーションでサッカーやりますかってなったら、いやいや目的はスペクタクルなサッカー、相手を圧倒することなんだけど、いる選手は違います。で今度シティに行っても当然そうですよね。でしかも毎年毎年メンバーが変わっていくと、今まではハーランドいなかったのに今年ハーランドいますってなったら、当然支配したい理想は一緒だけどゲームモデル変わりますっていうのが、まあ分かりやすい例なのかなと。なるほど、ゲームモデルってそういう風なものなのねってなった時に、ゲームモデルまだそれでも伝えないんですよ。それは何でかというとですね、理想のサッカーを出してくださいっていう時の理想のサッカーが明確じゃない理由が出てくるんです。理想のサッカーが出てこない場合、それはなぜかというと、私はどういうコーチなんですか、またはどういうコーチになりたいのかっていう、ここが明確じゃないと理想サッカー自体が出てこない。で理想サッカーが明確じゃなかったらゲームモデル作りにくいっていう風になっていきます。なので自分がどういうコーチでどういうコーチになっていきたいのかっていうことを、まあ、作っていきます。理想のサッカーを表現します。まあ文章でもいいし、それができた上で、じゃあ今目の前にいる子どもたち、またこのクラブであればこういうゲームモデルにしましょうっていうことを文字化していくんですけど、まあ、ある意味スローガンみたいになるんですよ。シンプルな特別なキーワードでっていうよりは、攻守にわたってアグレッシブにプレーすると、例えばですよみたいな、そういうスローガンになるですよ、ゲームモデル。私たちは相手のことを見ながら常に相手の先手を取りますとか、逆をつきますとか、
前に前にボールを運びますとか。でもそれってスローガンだから、それどうやって体現するんですかっていうことに今度なってくるんですよ。そのスローガンでやるのは OK ですと。じゃあどうするんですかってなった時に、実はゲームモデルを作った後にさらにやっていかなきゃいけないことって、サッカーのピッチで、まあ、僕らの考え方ではゾーン1ってディフェンスラインのゾーンっていうかスタートゾーンって言われてます。2番目が真ん中中盤で、最後はフィニッシュのゾーン1,2,3 って分けた時に、それぞれのゾーンでこのスローガン元にどうプレイしてほしいんですかっていうことを、その通りに絶対プレイしないとダメとか、ね、そういう風に強要するとかそういうことじゃなくて、指針として持っとかなきゃいけないんですよ。こういう風にしてほしい、なぜならばこのスローガンなんだからっていうのにつなげなきゃいけなくて、この3つもまた言語化しなきゃいけないんです。じゃないと体現できてないんです。まずは監督がそれを言葉にしていくって、これがまあ時間かかる作業で、だから簡単には作れないってなるんですけど、それを監督が作っていく作業の中で明確にだんだんね言葉としてなっていくんですが、実はここにまた大きな問題があって、監督コーチとしてはあなたは分かってるけど選手分かってるんですかっていうのが次の問題になるんですよ。結局はだから練習で日々落とし込んでいくっていう、それが体現できるようにつなげていくっていうのが、まあ、サッカーのこうやり方っていうか、まあ、そのために練習をしてるんだよっていうところになるんですけど、言葉にしていく作業がすごく難しいっていうのと、でももうちょっと戻ると、じゃあゲームモデルが僕は絶対必要だって言いましたけど、それが理由としてはですね、共通認識を持ちやすいからなんですよね。または共通のイメージが湧きやすいから。でサッカーってある意味ね自由なスポーツだから、じゃあその次の展開に関して、次のプレーに関して選択肢100個以上あったりするんですよね。でその100個の中でさあ選んでくださいって言われたら、選手ちょっと時間くれますかってなっちゃうところを、このゲームモデル、私たちのこのスローガンだったら大方選択肢多分この3つぐらいだよって絞れてるから、その3つの中で早く判断してねと、適切に判断してねっていう方が判断早くなるんですよ。だからゆっくり時間かけて、これ次の手は何かなって考える時間がサッカーにはないからこそ、判断早くなった方がいいし、その判断はチームで共有されてた方がいいんですよ。一人一人がその都度判断するっていう風になると遅いんです。だからみんなの頭の中がある意味クラウドでつながってて、多分 A 君こうすんじゃないってさ、そうだよねがつながってるチームの方がチームとしての判断スピードが速いから勝ちやすい。その頭の中をクラウドでつなぐには、共通のイメージとか共通の認識がなきゃいけないですね。そうじゃないと、例えばじゃあ僕センターバックです、右サイドバックいるよねっていないってなったら、その都度いるかいないかって確認しなきゃいけなくなるけど、練習の中でこうなったらここに絶対走ってくれるはずっていうのがもう認識であるから、わざわざ見て確認しなくてもいいんです。そうするとその分判断スピードが上がっていくから、結果まあそれがチームとしての判断スピードが上がるから、ゲームモデルを作る理由はチームとしての判断スピードを上げるためである、共通のイメージ認識を持つためなんだって思ったら、皆さんのチームはどうなの？その共通の認識ないからバラバラ、その都度やらなきゃいけないってなると、そのチーム共通認識持ってるチームに勝てないんですよっていうふうに思っているので、まあ、じゃあそれが低学年に必要なのかって言われたらってなりますけど、高学年以上である程度サッカーの形になってきているんだとしたら、僕たちはこういうサッカーしたい、なぜならばこういう地域だからとか、こういうクラブの色だからっていうところ でその上で判断の選択肢がある意味そぎ落とされていって、ある程度速くなっていく、それが練習の中でちゃんとできているチームっていうのが割と結果出しやすいチームかもしれませんよねっていうところで、まあ、ゲームモデルっていうのが必要かなと、まあ、これは別に反論してるわけじゃなくて、でも海外のチームでもゲームモデルっていらないよねっていうところもあるんですよ。いらないっていうか、もういいんじゃないって、要するにその言葉にしたことによって縛られることもあるじゃないと、スローガンがこうだからこうしてほしいっていうのがあるから、そうじゃないよっていうプレーって選びづらいじゃん、もっと選手たちに自由度を与えた方がいいよっていう意見もあるんですけど、でも僕一個待ってほしいのは、ゲームモデルっていらないかもねって言ってる人、20年か30年ぐらいゲームモデル作ってきた結果の中で、今やっぱいらないかもしれないって言ってるんですよこの人。でも僕ら作ったことないのに、この人いらないって言ってるから、じゃあいらないんだって作らなかったら、またこれ作ってない積み重ねがずっとってなっちゃうなっていうのがあって、だから一回やってみたらいいと思うんですよ。やってみてやっぱ違うと、やっぱりそれはそうじゃないっていう風になって戻るのと、作ったことがなくて作れなくてでもいらないんじゃっていう意見に対して、じゃあいいっていうのって、これ全然違うことだと僕は思っているから、僕はこれスペインでありがたいことに経験することができた。ゲームモデル、まあプレイモデルっていうのを言い出したのも、そもそもスペインだったりポルトガルだったりっていうところに、その時期にちょうど入れたのがラッキーで、だからみんなのイメージこうやって合わせられるんだな、なるほどなってなったんですね。まあ、なので皆さんもその作業ね、すごく大変だと思うので、そんなのできないよっていう方いたら、僕のセミナーに出てもらったりすれば、それを作り込むこともできるんで、参考していただければと思います。このワードはみんながパッてイメージつくとか、例えばそういうのもあったらいいですね。まあ、理想のサッカーってこういうことができててほしいって多分一文じゃ済まないんで
ですよね。だからもしかしたら一番いいのはこのチーム、もし過去の事例とかであるとか、例えば僕だったらライカールとか監督でロナウジーニョがいた時のバルサのイメージは僕は強烈に自分がいたからこそものすごい影響を受けてるんですよ。じゃあ例えば2006年のバルサって言われたら見ればわかるじゃないですか、どんなサッカーやってたらっていうので伝えるっていうのも、理想のサッカーに関してはこういうサッカーできたら最高なんだよっていうのが映像とかもある方がより伝わりやすいかもしれないですね。